皆さんこんにちは。本日ご紹介する町は東京工業大学がある大岡山駅のご紹介です。東京工業大学の裏口から校内を散策してみましょう。なぜ裏口から？実は私の自宅から近いんです。東京は街によって優しい顔、とても怖い顔があります。東京の部屋選びは間取りよりも街の環境が大切です。このチャンネルは東京生まれの私が治安が良く安心して住める街の動画を配信しているチャンネルです。日本で一番優れている工業系の大学です。研究者、エンジニアを輩出する日本を代表する大学の構内です。歴史もあり素晴らしい大学ですね。今歩いているところは真ん中のエリアになります。大岡山駅から歩いてなんと30秒ととても近いんです。お部屋情報を先に見てみたい、寄り道食堂が気になるなど、目次がお役に立てれば幸いです。普段は学生が多くいるのですが、リモートで学習をしているのでしょうね。みんな大変ですね。去年、今年と入学した新入生は寂しい思いをしているでしょうね。気の毒でなりません。最近改築が行われ、このセンターの庭もきれいに整いました。ここは春にはきれいな桜が咲くんです。こちらすべて桜の木ですね。大岡山駅と東工大の位置を Google Earth で見てみましょう。1日の乗降人3万500人、駅直結の東急病院があり、とてもきれいな駅に生まれ変わりました。東工大生でいつも満席のまぜそば屋こころ、うまいんですよ。それでは街の散策をしながら今回ご紹介するお部屋へ向かうことにしましょう。この路地を右に入ったところです。ちょっと見づらいですが、
こちらが入り口です。奥に入っています。賃料9万円、駅から4分、広さが 25.26 平米、広くて気持ちいいお部屋です。それでは駅に一旦戻り、次に紹介するお部屋へ向かうことにしましょう。駅前にはマックがあります。左手の大きな建物は駅に直結している東急病院です。駅に直結はとても便利ですね。とても綺麗な病院です。このスーパーは安くていいと言われています。さらにこの地下には飲食店街があり、いい感じの店があるんです。面白いですね。タイ料理、中華など、やはり学生街ですので多くの飲食店がありますね。今日の寄り道食堂は夜寄ってみました。大学のすぐ横にある醤油ラーメンで有名な村本さんへお邪魔しました。私の感想ですが、おそらく屋台からの発想ではないかと。昔屋台のカウンターで食べた感じがあるんです。美味しいです。 1.5 玉です。今日も美味しくいただきました。ありがとうございます。次のお部屋は賃料が62,000円、駅から4分、広さが20平米、十分な広さですね。学生生活に4年間十分だと思います。それでは次にメインの商店街を探索してみましょう。この商店街がいいんです。いい感じなんです。部屋を契約する前に一度自分の足で駅から内見した部屋まで歩いてみてください。また違う景色が見えてくるはずです。失敗しない部屋選び、自分の足で見て部屋を決めても遅くはありません。大切なお部屋です。ちょうど道幅が車が通るのには厳しい感じで、人に優しい道なんで買い物がしやすいんですね。この日本そば屋さんは私もよく利用させていただいてます。10人ほど座れる大きなテーブルがあり、居心地がいいんです。
それでは商店街から一本裏の道に入ってみましょう。こちらにもお店があるんですね。ゴミが一つも落ちていません。綺麗な街並みです。学生利用のワンルームマンションが多くありますね。結構長い商店街で、奥に行きますと美味しいパン屋さんなどがあり、とても雰囲気がいいんですよ。個人商店も多くあり、非常に親しみやすいですね。どこでもそうですが、日本の文化と言ってもいい商店街はいいですよね。いつまでも残したいものです。それではもう一度改装して斬新な作りになった校内をもう一度見てみましょう。変わった形の建物が多くあります。やはり工業系ですので、建物の形が斬新ですよね。建築家の教授の考えが入っているようです。面白いですね。前方の建物が何を意味しているんでしょう。もうそこが駅ですね。建物は何なんでしょうかね。何を意味してるんでしょうか。それでは次のおすすめの町へ向かうことにしましょう。とてもいい町でした。目黒までもわずか6分、非常に便利です。最後までご視聴ありがとうございました。左側が大井町線、右側が目黒線です。